スコット・ヒックスはオーストラリア出身の映画監督。ウガンダでイギリス人の公安、鉄道土木技術者の父とスコットランド人の母の下に生まれる。家族で住まいを転々とし、10歳までケニアのナイロビ郊外に暮らし、イギリスを経て14歳の時にオーストラリアのアデレードに落ち着いた。現在でもアデレードに住んでいる。フリンダース大学で映画制作を学び、 数本の短編映画を制作。卒業後はオーストラリアを代表する映画監督であるピーター・ウィアーやブルース・ベレス・フォードの下でスタッフとして働いた。1979年のウィアー監督ザ・プラマー恐怖の訪問者では第二アシスタントディレクターを務めた。1989年天安門事件直前の中国を撮ったテレビドキュメンタリー作品鉄壁 万里の頂上で高い評価を得た。1995年、ピアニストデビッド・ヘリフゴットの電気映画、社員がアカデミー賞7部門にノミネートされ、世界的な知名度を得る。続く、ヒマラヤ杉に降る雪、アンソニー・ホップキンス主演のアトランティスの心も好評を博した。その後しばらくは仕事をセーブし、オーストラリアでテレビコマーシャルの制作などを担当した。 そのうちの一つは、ニューヨーク近代美術館の永久コレクションになっている。6年後の2007年、ラブコメディー、幸せのレシピで復帰。同年作曲家、フィリップ・グラスをテーマにしたドキュメンタリー長編、グラス、A ポートレートオブ、フィリップ・イン・トエルブ・パーツを制作し、トロント国際映画祭で絶賛された。現在は、商業映画より主にドキュメンタリー作品の制作に戻っている。 ありがとうございます。